さあチャンネルよ。はい、どうも、つざきでーす。石田です。僕らです。何の混ざった。つざきさんをお呼びしたのは他でもない、はい、他でもない他でもない果たし状よくね、あのレビュー動画ってあるでしょ。レビュー動画、なんとか買ってみたそう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 、それをやりたいんだけど、ほう、まあ、それを普通にやるのではなく、ちょっとクイズブック版、はい、ということで、はい、今回こういうものを持ってきまして、でデリー箱じゃん。でか、はい、でかくない？デカ箱。見ましたよ。くじ引き。はい。でこれにインテリなお題が書いてます。あ、インテリなお題が。こんな表現を使ってレビューしなさいって。はいはいはい。のがあるので、そのインテリレビューをしてください。なるほど。こんなでかい必要あったの？これ見やすくしてるのよ。明らかに。見やすくしてるのよ。その割にはこれちょっとちっちゃいよ。空気砲の使い回しらしい。本当だ。ここで置いてね、置いてる。上に行って行ってるよ。上やつなんだ。ということで、うん、今回はインテルさんの CPU が入ってるパソコンをお渡ししますので。お、素晴らしい。インテル入ってる PC が、はい、セントラルプロセッシングユニットがね、中央演算装置、中央ですからね、一番大事ですよ。セントラルプロセッシングユニットであることは分かったか、何なのかが何が中央かというと、 CPU っていうのはパソコンでね、あの、うん、いろんな計算とかが行われるでしょ。その処理をしてるのが CPU なんですね。まあ、うん、人間でいうと脳みそ的なところで、ね、で、あの、だから記憶してるところから情報持ってきて計算してまた戻すとか、そういうことを全部やってる、うん、CPU なわけですよ。脳みそがインテルさんですね、じゃあ。はい、なるほど。パソコン大事なんですよ。インテリレビューでもあり、インテルレビューでもあるっていう。言わんでええわということで、今回は、まあ、4つの段階でレビューしてもらいます。最初はもう開封、はい、あ、開封からね。そうそうそう、みたいな感じで234とあるんで、うん、それぞれお題通りにレビューしてもらって、それを伊沢が10点満点で採点する。なるほどね。10点満点なんだ。審査します。あ、なるほど。40点満点です。40点満点、うん、今回25点以上で合格として。25点。はい、25点ね。平均6点ぐらい取ればギリ合格みたいな感じなんだ。そうね、 6.25 6.25 点ね。10点満点でこれ何、はい、実数点の虚数点の整数点なのか実数点なのか。今回のレビューは2パイ点です。めんどくせえ。ちょうど 6.28 2パイ点を4回取ればねギリさすがに11段階評価よ。あ、0から10段階の整数点。なるほどね、わ、はい、かりました。では実際にこれが開封していきましょう。インテル CPU が入っている。はい、で今回制限時間2分としますので、はい、この2分間の間にこの PC の見た目をこのお題に沿って不安だな。ただやるだけだったらね、まあいけると思うんだけど、これ何が入ってるかって話よね。はい、いきます。で引いたらタイマースタート。はいはい、あれドン。なんだ数学用語むずいってこれでもホームだ、ホームグラウンド。いや、ホームグラウンドだからと言ってよ。もう始まってるよ。じゃあ、この開封していきますね、このね、はい、直方体の箱を。いや、もっと難しい方がいい。部屋が2つある家みたいな箱を開けていきたいと思いますね。はい、数学用語。数学用語ですよ、部屋が2つある家。さあ、俺たちが分からない可能性あるんだ、これな。おお、お、あ、これですね。あ、軽いですね。これ軽いね。数学用語、数学用語。軽いは軽いだろ。軽いは軽いだろ。ないよそんな重さとか軽さとか。軽いですね。うん、あの直線のごとく、重さのない。あと1分だ。あ、だだだだだ。あ、青くて綺麗な。あの、これ、でも軽いのは大事だな。よいしょ、さあ開いてみましょう。箱を入れて。ドン。おー、サイバーな雰囲気で、現代的ですね。あ、でも数学用語、この、直線的なフォルムが、美しいですね。で、インテル、あ、これですね、インテル CPU、イーボマークですね。うん、こちらは、インテルさんのね、お墨付きの PC。に与えられる高性能ですよっていうマークですね。うん、あの性能の、ね、条件があって、急速充電だとか、うん、そういうのについてるわけですね。つまり充電が急増加するってことですね。急増加関数で増えていくってことですね。あ、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 
全然すげえ部屋が出てない、普通のレビューだよ。それいやいや部屋が2つある家とか話したでしょ。あんまり内容知りませんけど、鶴崎らしいですよとか言ってたのも分かんない、うん、まあトポロジーの専門家に聞いてください。急増加関数解析医学のあんま出なかったな。あんま出なかった。これはちょっと審査にどう響いてる。だってさ、この世界って有限だからさ、基本的に大体無限のものなんよ。あんまり現実のもの描写できない。そうなんだよ、軽いとかしか言えないんだよ、その。ちなみにね、イーボマークがついてると、はい、これ急速充電ができまして、はい、52分の26時間で、52分の26時間で、ね、2分の1時間半時間30分130分の52。何やその2613の倍数にやったらこだわってる。充電できる。130分の52は30分で 40% あ、それ数学用語じゃないよ別に。ただ何回にしただけだから。今も何回と数学用語じゃないそれは。そういう風なねレビューができたら多分10点もらえてたんです。ああ、なるほど。まあまあ、でも何点か分かんないから。なるほどね。判定をじゃあお願いします。はい、頼む。今の鶴崎さんのレビューは10点満点中4点でした。あー4点温情採点、むしろ4点だもんな。どの辺が、まあもう期待してたものとはかけ離れてえ数学用語少なかったよね、うん、青いとか軽い、綺麗、まあ、軽いぐらいけどさ、もうちょっとあっただろう、なんかね、うん、いやサイバーとかあったじゃないですか。サイバーサイバーを数学用語にしようと思った時にないなって。でもこれがもう本当に進化の極大かもしれませんねとかね。ああ、極大じゃないよ。まあそうだね。誇張が大事じゃん。出てきてもよかったですね。極地、極地、確かに賢いね、ね、あなた。あとレビューっぽいのでね、ちゃんと内容にも触れてたんで、そのあたりは評価して4点か。これ軽いね、結構ね、持ち運ぶときにも。僕ね、軽い PC が好きなんですよ。なんでかっていうとね、最近ね、肩を痛めててね、で、リュックにパソコン入れるんですけど、重くてね。痛むんだよね。だから最近、うん、パソコンの軽さって大事だってこと今更気づきだしたけど、一番大事な、うん、いや、これは結構持ち運べるね。全然数学っぽいこと言わねえじゃん。じゃあ次に行きましょうか。はい、じゃあ早速、はい、使っていきましょうということで、はい、第2の、トライは、はい、立ち上げの速さを立ち上げ、ね、これで、お、最初ね、押すときが一番楽しいんだから。新しい CPU でね、電源ボタンを押したときのうわー速いそれが楽しみだ。マニア楽しいよ。はい、ドン。おお、歴史上の人物、はい、これはなかなかで、説明してください。もう始まってるよ。あ、早くない早くない、はい、それでは、じゃあ、電源ボタンを早速押していきたいと思います。さあ、どんな感じなんでしょうかね。いや、これで山のごとく動かない武田信玄みたいな感じだったら困るんだよな。もう、はい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 、あ、電光、電光するかな、速さ、これは、なんだ、速いこと言う、あ、風のごとく速い。もう、なんだ、なんだ、有能すぎる。あ、もう起動されてる。あ、速いですね、もう起動しましたね。一つしか例えが出てこないまま。早すぎる。この速さは、関鳥羽に乗っていた、誰だっけ、やばい、完結馬のごとく、いや、人物みたいな、動物も入ってる、動物も入ってるから、動物入ってる、動物入ってる、伊達天のごとく速さ、神様マラトンの戦いで活躍したあの兵士のごとく早い。さあ、これつきましたね。早いですね、もう山のごとくとか言ってたら。じゃあスリープもやってみますか、はい、スリープは閉じて、はい、そうね、スリープしてください。よいしょ。さあ、24時間眠ったというドームアブルのね、伝説のごとく、ごとくスリープしてる、そう、ごとくスリープしました、はい、眠り姫のごとく。じゃあ開けますよ、はい、スリープから復帰を見てみましょう。せーの、ほい、早っ、おお、すごい、これは早い、これは晩年のデカルトのごとく。デカルトは朝で有名だったのに、晩年は女王に朝早く起こされて体調崩して亡くなったナポレオンのごとき3時間しか眠らなかったという伝説がある。ナポレオンのごとき早さですね。これは早く起きる。早起きすごいですね。おお、結構出たね。
最後ね、畳みかけたね。もうこれすごいね、でも全然3時間じゃない、1秒ぐらい、いやいやいやそれ早起きを、早起きを、そう3時間って言うのね、早起きっていう意味でナポレオンをね出させていただきました、うん、伝説がありますからね、うん、1、3時間というね、はい、これはでも結構数は出すとね、うん、じゃあさっきまでと判定いきましょう、頼む、判定は8点、おお結構出ましたね、うん、まあ、序盤ちょっとあの歴史上の馬だったりとか武田信玄に頼りすぎて武田信玄に頼る割には風出てくるの遅いな自分の脳が完全に山のごとく動かれまあ後半は相当いいエピソード、しかも結構マニアックなエピソードがね、うん、出てきたんで、トモアプラがね1日睡眠時間が15分ずつなくな長くなって最後24時間になってなくなったっていうエピソードがね、本当かよっていうエピソードだ、本当かよって感じ、そう結構いいのがいっぱい出てきたんでよかったかなと、今合計12点ですね、12点か半分か、あでも半分ぐらいいけてる、いけてる、このペースでいくとギリアウト、ギリアウトだね、ギリアウトだね、では次に行きましょう、はい、では、はい、早速今度は使っていこうということですね、この PC がサクサク動く様子をあちらの表現でやってください、なるほどね、インテル CPU の力で、はい、ゲームがサクサク動くというのなはずだから、うん、PC の脳みそがインテルです、なるほどね、はい、じゃあゲームしながらレビューしながら入れるの、そう相当きついよ、作量が多いね、相当きついよ、あお四字熟語をなるべく多く、はい、なるほどなるほど、はい、これいけんじゃない、なるほどね、もう始まってるよ、ちょっとじゃあちょっととりあえずあの、この電脳勇気の方をあーモンスターありました、モンスターありました、攻撃していきましょう、もう電光石火の速さでクリアしようだから、怪盗ランマンを見せず、ちょっと待って、あーやばいやばいやばいちょっとあんまつるさき戦ってらんない、ちょっと待って、あのしまえない、刀がしまえない、どういう動きを、あのね、ヒットアンドアウェイって40分になってちょっと待って、いや、結構全然出てないよ、ちょっとこの人がね、ちょっとね、ちょっと、ちょっとこのモンスターがね、ちょっと質合憲でモンスターに使わないよ、その単語、質合憲で、あ、硬い、あ、待って動きはすごいね、あ、ほらほら、この性格無比なあと1分ゲーム自体じゃないけど映像こんなになってるのすごいね、ノート PC にもかかわらず、うん、この素早い動きですよ、そうだね、ね、もう全く重さとかカクカクを感じさせない。違う、四字熟語がない。ビレなんだ。何ですか？四字熟語でなんて言うんですか？ダメじゃん。なんだろう。美しいことを意味する四字熟語。三種水明しか出てこない。三種水明じゃないか。このね、モンスターハンターの世界三種水明がね、見られる、こう、全くジャギーとかなくね、映ってるということで、これノートピー。あかんぞ、残り10秒。ちょっとモンスターも倒せないし、なんか、ないか。あー、なんか乱入してきた。乱入してきた。あ、ちょっと、父よりが入って。ああ無理だよこれ、思った以上にやばかったね四字熟語ってね意外とね使えない、ね、滑らかゆえにこうゲーム展開も早かったから、うん、基本的に考える暇は与えないからね、そうだね、確かに僕の処理能力が、処理能力って四字熟語だな処理能力って使えなかったな、違いますか、あんまり出せなかったような気もするけど、ちょっと判定聞いてみましょうか、はい、判定は3点で、低い、まあまあ、ちょっと尻滅裂だったよね、あ、うん、もっとできるかと思ったけど、妖刀苦肉だったね、妖刀苦肉だったね、妖刀苦肉だったか、ちょっと、うん、サクサクというのは妖刀苦肉じゃなかったでしょ、サクサクというのはもう看板に偽りなしよなんで四字熟語だったの、いやだってそういう四字熟語ってあるの山内さんの方が上手いってことは絶対もうかなり七点抜刀って感じだった、ね、ゲーム内も結構飛ばされてたしね、刀を出すのとね、納刀するののボタンを間違えてねしまいたいんだけどね、勝手に振るんだよ、あの畑
面6ピの活躍をお見せしようと思ったんですけど、CPU はね8面6ピの活躍をして、ね、僕はまあ1面2比のこのさサイズ感で軽くて、そうだよね、でこれだけの性能がさ出るわけだからさ、うん、家じゃないとこでやる、それこそ出先でちょっとゲームしたいなっても便利だよね。そうですね、僕はいつもデスクトップ PC で、うん、やってるわけだけど、やっぱねゲームといえばデスクトップ PC ってイメージがあるんだけど、うん、この小ささでねサクサク動くのすごいですね、うん、今こうやってやってるの見て全ズームすごかったもんね、うん、スピーディーすぎて出てこなかったねそうね、そういうことでそういうことですね。四字句使ってないな、四字句使ったらあかんよ四字句って、ね、そんなすぐ出てこないこれで今合計15点ということで、なるほど、うん、次10点取るしかない。えやばいじゃんそうやばいじゃん本当は2点のとこ3点にしたんだよゲーム性を担保もうだって四字句は2個ぐらいしか出てきちゃったでは最後にいきましょう。でははい、まあ、今度はもっといっぱい使おうということで、もっといっぱい使おう、はい、マルチタスクでもサクサク動くよと。なるほどね、ことを1個の高性能なゲームとかじゃなくて、はい、複数同時にできないと困りますよ。そう、まあ、確かにそれはそうだわ。この通りにやってください、はい、今度はねゲームやんなくていいから。10点じゃないと僕はできないから。やばそうだよ、完璧なの見せて。ドン、世界遺産なんだよこれ。どういうことや、世界遺産だよ。混ぜながら言ってください。混ぜながら、始まってる始まってる。ああじゃあとりあえず YouTube を見ていきましょうね、はい、YouTube を、うん、押して、あ、おー、あ、これは僕、僕らの動画ですね。クイズの動画。世界遺産出てないよまだ。赤い色といえば、アルハンブラ宮殿だよ。赤さんの YouTube、着きましたね、無事着きました。はい、音は見えてきました。じゃあ次、Discord で、まず電話かけてみましょう。はい。はい、再生しながら電話だ。そう、バールベリーのグリメトンラジオ無線局みたいな感じでね無線電話をね入れてくるね。もしもーし、はい、松が待ってくれてます。今かけてます、ね、はい、あ、来たこんにちは。こんにちは。お、来たじゃん、すごい嬉しいね。動画は再生しながらやってる。動画再生しながらやってますね、うん、で、ディスコードで、さらに松に、ちょっと松、メールを送ってください、うん、はい、メール送ります。おお、どんどんこれが来るわけですね。なんだろうね、手紙に関する世界遺産とかあったかな。入ってきてないよ。じゃあついでにね、さらに、ネットで検索していきましょう。クイズノックと。なるほどね。早いですね。おお、サクサク動きますね。おお、これは。あ、そんなことしてる。メールが来た。このね、クイズノックの四角い建物ね、ル・コルビジェの世界遺産かのようなね植民地西洋美術館のかのようなこの無限に成長していくこのクイズノックのオフィス、無限成長美術館ですから、みたいなね。メール、こんにちは、簡素ですね、まるで、北海道、北東北の、縄文古墳群のような、簡素で素朴なこのメールを見て、どう思ったの？こんにちはですよ、そんな感じですね。動画はちゃんと見えてる？あ、動画見てますね。あ、動画もちゃんと映ってますね。スムーズですね。美しさをグレートバリアリーフに例えます全然さ、金字塔を打ち立てるとかね、ええやん。おぉ、ピラミッド。いや、クイズノックのオフィスは国立西洋美術館だよ。いや、この全部マルチタスク、こんないっぱい開いて全部桜でいくってなかなかね、確かに難しいから、そうですね、ちゃんと。いや、金字塔、あ、これ自体を指して金字塔ね、うん、あー、確かにビクトリアの滝のようにあどんどんと流れてきますね。あー、確かに流れるで、ビクトリアの滝に行けばいいから、ね、そう。まあまあまあ、でもまだ10点の可能性がある。はい、まだ今15点ですから。そう、まだ15点の可能性ある。はい、点数は頼む6点です。微妙、0点でもなく10点でもない。これ最低のポイントは、まあ世界遺産の名前こそ出てたけど、うん、例えとして適切だったのかは甚だ微妙だよねバーベベリのグリベトのラジオ無線局は10点だったと思うよ、うん、そこだけは良かったかもしれないけど他はちょっと本当にふさわしかったのかなってのはね諮問しなきゃいけないんだ、だって YouTube の世界遺産とかないもんちょっとこれは全然ドレスデンエルベ渓谷的な扱いにならざるを得ない、ね、リバプールみたいな感じね、うん、だからすごいスムーズに動いてた ね、 ちゃんとこれだけマルチに動かしてプルシ
クロームって結構思いがちなんですけどね、うん、あのちゃんと動画も映しながら遅れもなく動くと、うん、ね、なんかさそのマルチで動かすとさ反応とかすごいみたいなあるけどさ、うん、全然オランダの風車みたいにゆっくり動いてる、ね、急に使い始める急に来るね。キンデルライカエルスタウトのね、うん、風車そんなに速くないよあれそ, うそれぐらいゆっくりこうね穏やかに回ゆっくりのファンでもいける、ね、ゆっくりのファンでゆっくりのファンでここにねここにオランダの風車が入ってんだ合計21点、不合格。あー残念。いやー無理だって、世界遺産その古いものと新しいものを組み合わせるのは難しいいくらなんでも、まあ、世界遺産というテーマにしては検討したよね、うん、まあ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 、まあ、四字熟語と数学用語がシンプルにダメだった四字熟語もっといけたな、悔しいですわ。ということでね、うん、これでこの鶴崎さんの見事なレビューによってねこのインテルさんの今12世代 CPU はい、で12世代ですね、はい、僕家でね第7世代 CPU インテルの第7世代使ってるんですけど、うんうん、まあ数年前なんですけど、いやもう5世代も進化してるわけよ、うん、すごい。まさにあれもこれもスピーディーにできるというね、うん、感じが鶴崎さんのレビューによって伝わったんじゃないですか。多分伝わってない。いやでも画面が見えてますから皆さんには、あの、ね、そうそう、僕のあのスピーチはちょっと拙かったかもしれないけど、まあ、これを見たでしょ、これを見たでしょ皆さん、そういうことですね、そういうことですよ、はい、でね、概要欄の方にはインテルさんの CPU 入ったパソコンでショート動画も撮っておりまして、はい、僕が出てるんですけども、あとねそれのメイキングの映像もね出てます、そっちもぜひ見てください。どうやってあのルービックキューブを大きくしたんでしょうねどうやってあんなシックなネクタイ買ってきたのねそれは売ってるだろどっかに売ってるだろ遠心力であれ全部揃うの、どうでしょうね、不思議だね、不思議だね、それはメイキング見てもあんま分かんないけど、まあ、マジックだね、はい、見てください。はい、ということで、じゃあさよなら。